ビルヘルムスハーフェンのビルヘルム皇帝郷、ビルヘルムスハーフェンは、ドイツ連邦共和国の都市。ニーダーザクセン州に属する。人口はおよそ8万5千人。北海に面しており、19世紀より軍港として栄えた港湾都市。近隣の都市として、30キロほど東に、ブレーマーハーフェン、50キロほど南に、オルデンブルク、100キロほど南東に位置するブレーメンなどが、 一致している。港のコンテナ取り扱い量は、ハンブルク、ブレーマーハーフェンに次いでドイツ第3位。オルデンブルク大公国の領土だったが、1853年の条約に基づいて、プロイセンが買収した。プロイセンはこの地に軍港を建設し、プロイセン海軍の重要な拠点とした。ビルヘルムスハーフェンという地名は、1871年に、 成立したドイツ帝国の初代皇帝、ビルヘルム一世にちなんだものである。第一次世界大戦末期の1918年10月末、ビルヘルムソハーフェンにドイツ艦隊が集結した。指導部は敗北が決定的になったにもかかわらず、敗戦後の交渉を有利に導くため、イギリス艦隊への攻撃を命じた。これに対し、水兵たちが反発し不穏な状況となった。 抗議行動を続けていた一部の艦隊は、キール軍港へ上陸11月3日に大規模な水平反乱を引き起こし、ドイツ革命へと至った。1956年以来、この地には北大西洋条約機構の海軍基地が置かれている。ありがとうございます。